こんにちは、ごいちです。今日は10月15日土曜日、曇ってます。最近週末あまり天気は良くありません。今日はですね、何をやっていくかというと、これニンニク、これ見てください、ニンニクです。ニンニクを定食していきたいなと思います。はい、これ見てください。これですね、カップヌードルの容器にニンニク1つ植えて芽出ししてあります。これですね、10月2日にこのカップヌードルの容器に植えまして、今日で14日目ですね、今日含めて14日目2週間でこんなに大きくなりました。最初は心配してたんですが、ここ1週間でですね、急激に成長してます。で、今ですね、これ見てください。はい、まあ1番がですね、このカレー味、2番、あ、違うかな、これか、こっちか。一番成長がですね、してるのがこのニンニク豚骨、2番がこのカレー、3番はカップヌードルとシーフード味の合体という形で、こう、まあ微妙ですね、これとこれは同率1位ぐらいですかね。はい、こんな感じで大きくなってます。で、こちらはですね、先週です、ちょうど10月10日にこのポットに1かけずつ入れたものを芽出ししてます。これも順調に全て芽が出てます。ニンニクを植え付ける畝なんですけども、まだいろいろですね、夏野菜も残ってまして、この畝にしようかなと思ってます。この畝はですね、ニラとナスが植わってまして、まあ、ここを活用して先ほどのニンニクを定食していきたいなと思ってます。それではまずナスを撤去していきます。何個かですね、まだ実がついてるので実を取っていきます。もうちっちゃいですね。はい、収穫しました。はい、ちっちゃいナスですが収穫できました。ニラですけども、一度刈り取っちゃいます、これ。食べれるところは食べますが、ニラ刈り取ります。ニラも収穫します。はい、ニラを収穫しました。後でですね、あの食べれそうなやつと枯れてるのを選別します。こちらはですね、ベイナスの島次郎というナスです。まだですね、花咲いてるんですが、これももう撤去しようかなと思います。これ私の身長ぐらいまで育ちました。180センチぐらいの高さまで育ってます。結構なりましたね、これね。楽しませていただきました。それではですね、特製のミックス肥料を作っていきたいと思います。まずですね、こちら有機石灰、あのダイソーのやつも余ってたのでこれも使います。それからこれが鶏粉です。で、こちらが牛粉堆肥で、こちらが油かす、こちらがですね、先ほど取ってきました米ぬかです。こちらに入れて堆肥を作っていきます。もうですね、
ちょっと雨降りそうですね。これ、はい。これ前ダイソーで買っておいた有機石灰が余ってましたので、これ入れます。あの、ニンニクはね、酸性嫌いなので、アルカリにするためにこれ入れます。あとこちらの有機石灰も入れておきます。これ油かすですね。油かすも全部入れちゃいます。こちら鶏粉です。次この牛粉堆肥入れます。かき混ぜます。米ぬかを入れます。それではですね、今からマルチの端をめくりまして堆肥を入れていきます。それでは始めます。肥料をあげていきます。畝に元肥を入れました。またマルチを整えました。ナスをですね、引き抜いた時に根っこがやっぱり大きくなってるので、マルチがだいぶ破けたところもありますが、まあ、このようにですね、また畝ができました。今からニンニクをですね、バラバラにして定植していきたいと思います。それではですね、この苗からバラバラにしていきたいと思います。これですね、どうなってるかな。おお、根っこもすごいですね。根っこがすごい。わ、ニンニクの匂いがすごい。結構きれいに分割できますね。はい、このようにすべてバラバラになりました。このようにすべてバラバラにしました。
はい、配置を決めていきます。小さいのはもう植えません。大きいのだけにします。はい、植え付け終わりました。約4メートルの長さの畝にニンニクの球根、芽出ししたものを植え付けました。35個植え付けました。はい、今日はですね、ここの畝にニンニクを植えて終わりです。あとこのニラを収穫しました。これで帰ってもつ鍋でもしたいと思います。あとこれお隣さんからですね、パッションフルーツいただきました。これを家で熟成させまして、まあ、ちょっと茶色くなったら食べ頃ということです。楽しみです。もつ鍋作ってます。ニラ入れます。はい、もつ鍋できました。ニラたっぷりです。早速ですね、試食したいと思います。牛のもつがなかったので豚のもつにしました。いただきます。うん、美味しい。うまい。ニラいきます。うまっ。豆腐が好きなので豆腐入れました。このもつもともと下処理してあって柔らかいです。うん、うまい。うまいです。それではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。それでは、さようなら。バイバイ。